週間天気をお伝えします。明日29日日曜日は北海道や九州で雨の降るところがありますが、その他は広く日差しが届き、お出かけを楽しめそうです。ただし日中は気温が上がります。東京の最高気温は31度、名古屋は32度と真夏日の予想です。熱中症にお気をつけください。週明け30日月曜日は西日本から天気が崩れ、火曜日は東日本や北日本でも広く雨が降る予想です。最新の情報をご確認ください。また早ければ来週中にでも九州南部梅雨入りの発表があるかもしれませんので、雨への備えは早めに進めておくと良さそうです。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。以上、週間天気をお伝えしました。